はい、どうも大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説するといった、チャンネルになっておりますので、お時間ある方最後までぜひ聞いていっていただければ幸いでございます。ということで今回もやっていこうと思いますけどもね、今回はラジオ放送版ということでですね、毎日動画とラジオを交互に繰り返しながらですねお送りしております。ということでこのラジオ放送版では1曲について歌詞であったり音楽性なんかを紐解こうじゃないかというね、ことでやっておりますけどもね。はい、ということで今回もですね素敵な楽曲をご紹介しようと思うんですけどもね、ただ今回は1960年代、70年代、80年代、90年代の楽曲ではありませんということなんですね。たまには2000年代の楽曲もやってもいいんじゃないかということで、それと同時に本日はですね、3月9日ということでございましてですね、この3月9日という曲を紹介したいと思います。日にちとね合わせてるっていうね、こんな感じなんですけどもね、本当に薄っぺらいんですけどもね、今回はこの3月9日ね、昨日ですね僕の方の YouTube の動画の方でですね、卒業ソングスペシャルということでね、卒業ソングをいろいろ紹介したんですけども、でその中ではね主に昭和歌謡がメインだったんですけどもね、僕の世代、今の20代とかね、はたまた30代前半の方とかもそうなのかな、そのやっぱ3月9日っていうのはこう卒業のね、世代、卒業ソングの世代というかね、すごい3月9日っていうのは、毎回卒業といえば、この曲っていうのがね、我々からしたら、結構一般的なのかなと思いましてね、改めてこの3月9日についてね喋ってもいいんじゃないかというね、世代は違えど喋ってもいいんじゃないかっていう、そういうちょっと魂胆で今日はね3月9日ね、本日でございますけどもね、喋っていこうじゃないかというふうに思いますけどもね、3月9日、これレミオロメンね、藤巻亮太さんが、作詞作曲しておりますけどもね、レミオロメンのねセカンドシングルなんですね、らしいんですけどもね、本当レミオロメンっていうのは本当にいい曲ばっかですけどもね、本当に有名な楽曲いっぱいありますけどね、桜とかもすごい好きでね大好きなんですけどもね、この楽曲はですね粉雪っていうね楽曲、レミオロメンのもう一つの名曲ですけどもね、この粉雪が1リットルの涙っていうねドラマにね起用されたことによってすごい売れて、でそれと同時にこの楽曲っていうのもそのドラマの中に挿入歌として、使われたっていうねことでですね、一緒にこう脚光を浴びることになってヒットしたということでございますけども、ロングヒットになってるんですけども、これこの楽曲ですね、一応ね卒業ソングというふうに言われてますけども、もともとですねメンバーのねレミオロメンメンバー3人の共通の友人の結婚式を祝うために作られた楽曲ということなんですね。なのでですね結婚がメインというね、楽曲なんですよね。何なんですかね、長渕剛さんの乾杯もね昨日の動画で紹介しましたけども、結婚式というか結婚をテーマに作った楽曲がなんかこう卒業っていうね、そういったところにこう結びつくっていうのがあるのかなと思いますけどもね、やっぱり卒業っていうのはやっぱりこう人生の新たな旅立ちっていう意味がありますから、結婚っていうのもね新しいこう家族を持つっていう意味で、新しい人生の幕開けっていうのがあって、やっぱこう似たり寄ったりなんですかね、卒業結婚っていうのはね、はい、そんなことがありましてね、有名なプロモーションビデオありますよね、堀北真希さんが出てるやつですね、この MV もですね一応結婚式のシーンがね多く、出てるんですけどもね、最初卒業式の、高校卒業式を終えたっていう、シーンもあったりとかしてですね、卒業っていう要素もちょっと入ってるんですけどもね、ただこれですね2007年2月にですねオリコンが10代20代の男女の若者1000人にインターネット調査をした定番の卒業ソングでランキングで1位ということで、さらに2008年以降の調査でもですね1位を獲得しているということでですね、ずっとですね1位を獲得していると、卒業ソングなので、もう結婚式ね藤巻亮太さんは結婚ソングだということで作ったんですけども、もう卒業ソングになっちゃったって、これしょうがないっていうことなんですけどもね、本当にでも結婚式っていうことを考えてみてもね、非常にこの楽曲っていうのは映えてきますし、卒業でも映えますし、どちらにせよ人生の旅立ち、新しい舞台に立つという、そういった人間の心模様っていうものがですね
あの歌われてる楽曲なんじゃないのかなと思います。そして小林武史さんがプロモーションしてるということで、非常に名高い、プロデューサーがね、プロモーションしてるということでございます。ということでですね、音楽性としてはですね、非常にこの藤巻さんの勢いのあるボーカルっていうのが非常に合致してるようなサビなんですよね。最初 A メロとか B メロっていうのはこう割とですね、こうささやくようなすごい素敵な、低音で歌われてるんですけど、サビでこう声を張り上げるっていう意味ですごくこの一曲の中に緩急ができていてですね、ドラマチックな楽曲に仕上がってるんじゃないかというふうに思います。はい、じゃあちょっと歌詞をですね、まあ喋っていこうじゃないかと、歌詞を皆さんと一緒に共有していこうかと思います。このチャンネルでも何回も言ってますけれども、歌詞っていうのはこう10人十色でございますので、僕なりの解釈ということで改めてご了承いただければなと思いますけどもね、ということで行ってみましょう。はい、1番目の歌詞でございます。流れる季節の真ん中でふと日の長さを感じます。せわしく過ぎる日々の中に私とあなたで夢を描く。3月の風に思いを乗せて桜のつぼみは春へと続きます。素敵な歌詞ですね。ここまででございますけども、これ非常にね、日本らしいというか、日本の四季というものを視覚的に、そして、なんかそのロマンチックに描かれているというのがこの一番の歌詞の特徴ですよね。この歌詞を読んだということだけで、まあ、卒業ということはまだわかりませんけども、非常に美しい歌詞なのかなと思いますけども、流れる季節の真ん中でふと日の長さを感じますっていうこの歌詞ですね、ふと日の長さを感じますっていうのはどういうことなのかって僕なりにこう考えてきたんですけども、その後のせわしく過ぎる日々の中に私とあなたで夢を描くということで、非常に真逆ですよね。流れる季節の中に一日というものの長さを感じますということが最初歌われていて、その後せわしく過ぎる日々の中にって言ってるんですよね。日々っていうのはせわしく過ぎるっていうことなんですよね。で、私とあなたで夢を描く、これどういうことかというと、1年を通して、この1日というものを見たときに、非常になんか長く感じてしまうということなんですね。1年ね、流れる季節の真ん中でっていうと、まあその1年間を通して1年っていうのはこう長いっていうか、やっとね、例えばこう卒業っていうテーマだとして3月になったと、そしてもうちょっとで卒業なんだっていうときに、1年を通してね、何年もその季節を繰り返してきて、例えば高校なら3年とかね、そんな中で季節を繰り返してきた中で、長かったなっていうところがこう思い浮かぶんですよね。このふと日の長さを感じます。季節っていうのがどんどん巡っていって、今日ね卒業式、今日卒業するんだっていうね、今日という一日がすごく長く感じるんだっていうことですよね。いろんなことがあった思い出とかを振り返りながら、今日という一日がすごく特別なものなんだということをですね、言ってるところなのかなと思います。そしてせわしく過ぎる日々の中に私とあなたで夢を描く。せわしく過ぎる日々の中にっていうね、一日一日っていうのはこうやって卒業式っていうね、場所に立ってみると、一日っていうもののその大事さっていうかね、大切さというか、まあ貴重な感じっていうのはありますけれども、これまでの思い出っていうのはこう意識もせずほどにですね、意識もしないほど、日々っていうのがせわしなくこう繰り返してきたっていうね。で、その中には今振り返ってみると、流れる季節の中にふと日の長さを感じますっていうところに通ずるように、いろんな思い出があったりとか、まあいろんなことがあったねと。まあそれがやっぱりこう学生時代の思い出というものをフラッシュバックしてるシーンでもありますよね。で、結婚ということをね、考えてみても、やっぱりね、その二人の関係性というか、二人で今まで思い出とかね、そんなものがこう見えてくるんじゃないかなと思います。僕もやっぱりこう卒業というか学生時代なんかはね、こう友達とバカなことやったりとか、ね、いろいろやってたんですけど、そういう思い出っていうのはですね、なんかこうあっという間にもなるし、ただかけがえのないなっていうふうに思いますよね。なんか思い出っていうのはね、すごくこう生きていく上で大事なのかなって思います。島田紳助さんが言ってたんですけどね、そのね、学校の勉強なんて覚えてないと、ただその修学旅行でバカなことやったとか、帰り道あんなバカなことやったなっていう、そういうのは覚えてるっていうことで、そういった心の記憶っていうのか、心で覚える、頭で覚えるんじゃなくて心で覚えたことっていうのは一生消えへんのやって言ってたんですね。まさにその通りですよね。こういった思い出っていうものが卒業式の日だけではなくて、それからの人生に大きくですね、ずっと残り続ける大切な貴重なものなんだということがね、わかりますけど、話それましたけどもね、3月の風に思いを乗せて桜のつぼみは春へと続きますということでね、非常にこの季節というものも物語ってはするわけでございます。はい、続いての歌詞、
溢れ出す光の粒が少しずつ朝を温めます。大きなあくびをした後に少し照れてるあなたの横で新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃないってことね。溢れ出す光の粒が少しずつ朝を温めますということで、こう朝のこうなんていうか爽やかな描写というものをここで歌っております。大きなあくびをした後に少し照れてるあなたの横でというね、まあ、この大きなあくびをした後に少し照れてるあなたの横でっていうのはこう非常にこう恋愛っていう意味が強いのかなと思います。多分一緒にこう暮らしていてね、お互いのことをですね、こうもう当たり前のような存在になっていって、でなんかこの日常のね、なんか大きなあくびをして、その顔おかしいねなんてこうカップル同士で笑い合ってるっていう、まあ、そんななんかこう些細なね日常っていうものがここで描かれていて、すごくその些細な日常っていうのがこうなんかドラマチックに聞こえる、そんな描写なのかなと思います。で、新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃないってこと、ここの歌詞が、染みますよね。これはまあ卒業だろうが結婚だろうがね、どちらとも取れるわけですよ。新たな世界の入り口に立ち、結婚二人ね、二人結婚して新しい人生を歩むってなった時に、結婚してあなたがいてくれるんだとね、奥さん旦那さんいてくれるんだと、まあそういったことも取れますし、卒業してみんなね、元々のね、その違うそれぞれ学校に行くとか社会人になる、住む地域が変わる、まあお別れなんじゃないかって話ですけども、ただこれまでの仲間っていうのは、別に消えるわけではないと。どんな遠く行ったとしても我々はね、ずっとクラスメイトは仲間だよと、友達だよと、先生もそうだよと、まあそんなことを言っているのかなと思います。気づいた時は一人じゃないんだということなんです。必ず君の味方はいるし、君はどんな世界に行って、どんな失敗をして、どんな悲しい思いがあろうが、必ず君はこのね、学校というね、中で出会った僕らと、そしてまあかけがえのない仲間たちとずっと一緒にいるから、だから心配するなと、悲しかったら帰ってくればいいんだと、まあそんな、なんかことが通じるような歌詞なのかなと思います。はい、そしてサビでございます。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたいというね、これも思い出というものがね、非常にこうバッコしてるようなね、感じですよね。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることでね、これもね、例えば愛する人がね、思い起こしてみれば、私の人生にずっとあなたがいてくれたということでね、そのおかげで私はずっと強く生きてこれたんだ。これは別にね、その恋人という関係性じゃなくても、親友とかね、親子とか、そういった関係性にも通ずる歌詞なのかなと思いますね。例えば友達だったらね、あんだけね、こうクラス学校楽しかったのは、ね、お前らがいてくれたからなんだと。そしてお前らがいたからこそ、こんなにも強くなって、こんなにも旅立ちの日に俺はね、これから新しい人生切り開いていくんだという覚悟を持てた。その君たちの応援があったから、君たちとの思い出があるから、こんなにもたね、堂々と今生きていられるんだとかね。例えばその親子でもね、お母さんお父さんいてくれたから、どんなにもね、いろんなことに学生時代チャレンジできたし、ね、それでまあこれから社会人になるかもしれないけどもね、私もそれ、お父さんお母さんにとって、私もそういう僕がね、いろいろこう守ってあげれるような、そんな存在になりたいというね、非常に素敵な歌詞ですよね。本当にこれは別に卒業に限らず、人生というものにね、通ずる部分っていうのは多いのかなと思います。続いての歌詞ですね。砂ぼこり運ぶつむじ風、洗濯物に絡まりますが、昼前の空の白い月はなんだか綺麗で認めれてました。うまくはいかぬこともあるけど、天を仰げばそれさえ小さくてね、非常に感動する歌詞なんですよね。砂ぼこり運ぶつむじ風、洗濯物に絡まりますがっていう、このね、なんかこのその A メロとかで、さっきもそうですけども、この日常描写っていうのをこう切り取ってるのが非常に、なんかレミオロメンらしいなって思ったりとか、その世界観を作る上での大切な要素なのかなと思います。昼前の空の白い月はっていうね、ちょっと霞んでる月ありますもんね。なんかね、あの月っていうのはなんかこうちっちゃい頃は不思議だったんですけどね、今当たり前になって、あんまりこの昼青空に浮かぶ月っていうのを何とも思わなくなった自分がいたりとかして、なんかそんなものもこう綺麗だっていうことをですね、改めて感じさせてくれるような、まあそんな素敵な歌詞でございます。で、うまくはいかぬこともあるけど、天を仰げばそれさえも小さくてということでね、やっぱり生きていけば、まあその別に年齢限らずうまくいくことばっかりなわけないんですよね。もちろんですね、うまくいくこともたくさんあるけど、ただどうしようかなとかね、もうダメかなって、まあ僕もそうなんですよ。ぶっちゃけね、僕も上京したての頃っていうかね、卒業、それこそ卒業して本当にこう音楽ね、やったりとか、まあいろいろ自分なりにね、こう試行錯誤してやってきた部分っていうのは結構あったんですよ。ただやっぱりね、
今もそうかもしれないけども、うまくいかないことばっかなんですよね。うまくいかないし、なんで俺ばっかりこんな目に遭わなきゃいけないんだろうとか、なんで俺だけね周りと違うんだろうとか、なんかね周りと馴染めないこととか、まあすいません今ちょっと自分の世界に入っちゃいましたけども、やっぱりうまくいかないことってやっぱあるんですよね。でそんな中で、まあ僕の場合は歌と出会ったことによって人生大きく変わったって、まあ何度も言ってるんですけども、まあそういったねことがありますけども、で天を仰げばそれさえ小さくてっていうのは、やっぱりこうね空を見ているとなんかこの世界っていうものとつながった感じになっていて、世界にはこんな苦しみっていうのをたくさん味わってる方がいっぱいいてですね、そしてこの苦しみとかこの悲しみなんかよりももっとひどい悲しみにあっている世界中の人たちがいるっていう、まあこれ綺麗事なのかもしれないけども、ただそういうのって感じるわけですよね。空を見ると地球と何かこういろんな人たちとつながれるような気がしてきて、僕だけじゃないんだっていうところでちょっと安心感するがあるっていうね、安心感があるっていうことですよね。それさえ小さくてっていうね。で、続いての歌詞、青い、空は凛と澄んで、羊雲は静かに揺れる、花咲くを待つ喜びを分かち合えるのであれば、それは幸せということでね、なんか青い空が凛と澄んでいて、羊雲は静かに揺れているっていう、その空を見上げてる描写っていうのが、この2番にはね、出てきますよね。昼前の空の白い月はとか、天を仰げばそれさえ小さくてとか、こう空っていうものとね、何かこう、繋がってるような、まあ、そんな歌詞になってるんですけども、やっぱさっきも言いましたけど、空を見ていると自分のこのモヤモヤなんかが小さく見えたりするっていうのもあるし、なんか空って偉大だなって思います。そしてこの青い空が凛と澄んで羊雲が静かに揺れているっていう、この綺麗なね天気が晴れたような状況を見ているだけで、そういうねなんかこう当たり前のことっていうものが非常に愛おしくなってくる。それは卒業だからとかではなく、なんかこうまあその何か人生の節に立った時に、今まで自分が生きてこれたこととか、今までこう出会わせてくれたこととかね、いろんな人と出会ってきていろいろ感謝してるんだとか、そういう些細なことにすごくこう感動するとか、ありがとうってこうね、感謝の気持ちが芽生えるっていうのが、やっぱりこの歌では伝えたいことなんじゃないのかなってね、なんか思ったりするんですよ。花咲くを待つ喜びをという、分かち合えるのであればそれは幸せ。そう、分かち合えるのが幸せなんですよね。一人のものにするのではなく、あなたとこの当たり前の日常を生きていくっていうところが一番の幸せなんだと。だから何が大事かっていうと、例えば本当に大切な恋人であったり、大切な友達であったりとか、大切な誰かと一緒にこれからも生きていくことができるっていうことが非常に人間の幸せであって、それと同時に卒業というところで捉えれば、君たちと一緒に思い出を共有してきた、そういう過去があって、これからも君たちとつながってられて生きていけるんだね、一人って思うかもしれないけど、後ろにはそういう仲間がついてるんだって、それを思うだけで幸せなんですよ。で、この先も隣でそっと微笑んでというね、歌詞がありますけれども、本当にその通りだと思います。で、なのでこの3月9日という歌は卒業ソング、結婚ソングなんか言われてますけれども、やっぱりこの歌を通して一番何を伝えたいかというと、やっぱり日常の、あなたと一緒にいる、誰かと一緒に生きていくことの幸せ、当たり前なんだけど幸せなんだよ。それさえが幸せ。ね、雲が、流れていて、空が晴れていて、洗濯物に乾く、ね、季節の風が吹いていてね、そういうもう些細なことが全て幸せなんだよと、あなたが一緒にいてくれるね、そして私もあなたのために何かねできるようになりたい、そう思えるだけで幸せ、まあ、そんな幸せとは何かということをね教えてくれた歌なんじゃないかと、まあ、そういう風に思うわけでございます。3月9日長くなってしまいましたけども、私もその卒業という意味では非常にこう思い入れのある楽曲なので、今回はご紹介させていただきました。ということで今回以上になります。卒業される方はね本当におめでとうございます。これから新しい人生、楽しい、ね、楽しくもう前向きに生きていっていただければ幸いでございます。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。